私気になります。IQ 未知数の省エネ男子宝太郎と好奇心マックスお嬢様L。 やらなくてもいいことならやらない。私決めました。は33年前何が起きたのか。嫌な予感がしてきた。チタンダがこうなったらもう止められないのだ。謎解きは手短に。評価